はいそれじゃあねはい次のあはいどうぞ,どうぞ鈴木くんか座ってくださいえっ、ー、と鈴木くんの志望大学はどこだったっけはいあの帝都大学をあの目指したいと思っていますあそうですか帝都大学の何学部を目指したいのかなはいあの僕はあの将来、ベーシックインカムのこととかいろいろ研究したいんであの帝都大学の経済学部を目指したいんですけど。 大学学の経済部ね。そうでえっと帝都大学の経済学部偏差値75で君のこの前の模試は67うんこれはちょっとね難しくんじゃないかな、えー、先生あの僕ベーシックインカムの研究していろいろ世の中の役に立ちたいんですけどまあだけどね偏差値が帝都大学経済学部 75だから君の偏差値67でししょちょちっと難しいなだからねこのねえー、と山脈大学山脈大学っていうのが日本の真ん中にあるんだけどこの山脈大学の経済が経営学,経営学部い経営学部ね経営学部だったら偏差値、えー、63だから君受かるよ。でも先生僕あの経営したいんじゃなくてですね ベシクインカムの研究したいんですけどいやまだけどそれは分かるんだけどあの偏差値的に難しいからちょっとねこれはね君あのやめた方がいい三味役大学のにしなさいねえー、でも先生僕ベーシックインカムの研究したいんですまあだけど偏差値的にだね偏差値的にやっぱり三味役大学の方がいいと思うよ先生は <laughs> うわ何 <laughs> なんだ,んだ君ははい先かややんだ君はいきなり先行とか言って さっきか,から聞いてたら何すか鈴木くんはベーシックインカムの研究したいって言ってんじゃないですかあれは何すかあんた手鈴木くんの顔全然見ないで手元の偏差値見てえー、デすスクテ,ィティーツ大学経済学部偏差値が0時9で君は偏差値が60年代だからとかあんたね出来損ないの人工知能っすか そそもそも君君は誰なんだ君は一体あれっすかあれはね単に通りすがりの高校生ですけどねあんたみたいに人間を見ないで、ね、偏差値がどうのこうとかそういう数字ばっかり見ててそれ教師って言えるんすか君だって君はだそもそも名前を名乗りたまえ何なんだ君は高校生って言ったけどあれっすかあれ電話の先って言います。 天崎森のすけって言うんですけど天崎君何なんだよ君は一体何が言いたいんだね俺はねあんたみたいなね大人見るとムカつくんですよなんすかさ変編性中へいくつでいける君の変成性へいくつでいけない人間は数字なんですか先生あなたはそんな指導するために先生になったんですか私だってそれは 教育の理想に燃えて教師を目指したに決まってるじゃないかしかしだねで、まずはラックンってやら日本の受験の現実は偏差値なんだよははあ、くだらない音だっすねじゃなんですか先生は現実がこうでってな教育の理想とかそういうのはもう諦めてえそれでそのまま従うんですかいや、そういうわけじゃないよ 俺だって高校生っすよ鈴木っていう男の子だってかわいそうっすよ。なんで自分はベーシックインカムを研究したいとか言ってんのに「ああ,あ,あ君の偏差値はこれだから」とか言わなきゃいけないんすかおかしくないっすかいやしかしなあね君その偏差値というものを日本の受験の場合には気にしないと受からないんだからあれね思うんすよ先生。 あのね、まあ日本の,そのくだらね受験っていうのがあるってのはまあいいっすよそれ,はそれはバカな大人どもがそうやってやってるわけでしょでそれで金儲けしてる予備校とかあるわけでしょまあそれはいいっすよでも先生の生徒でしょもっと声をかけてあげられることがあるんじゃないんですか大丈夫ですよ次君はベーシックインカム研究してるいのかそうかそうだよな君に合う学部に行くべきだよなただね 今日本の受験ってのはごめんこれは俺たち大人の悪いところなんだけどこの偏差値みたいなくだらない数字で決まるという現実があるわけだ人間を見ないこれが日本の受験なんだよ鈴木だけどなもし君が帝都大学経済学部行きたいんだったら受験をゲームやと割り切って偏差値上げるしかねえんだよそれが日本の受験ってくだらねえ現実なんだ鈴木お前はお前の人間はそんな落ちて決まらないことは分かってるだけどもし 経済,学,経済学部行きたいんだったらこれから頑張って偏差値上げてみないか別にね大学行かなくても経済学部経済学の研究はできるんだよグーグルスカラーとかで論文検索すればいいんだよだけどこのくだらねえ日本の受験っていう先生もこれ本当くだらねえと思うよそれを偏差値がどのこと言ってるやつらは本当に本当によくないと思うわだけどな鈴木ここだけはやっぱり乗り切らなくちゃいけないんだよっていうふうに先生言えばいいじゃないですか おうそうなんのちょっと今メモってたんだけどそうかそうかそういう風に言えばいいのかなるほどなも出羽崎君ってから君なかなか分かってるじゃないか人間のことが、ね、先生俺ね苦労してるんですよこう見えても俺いろいろ圧力起こしてるんで周りとだからねあのそういう人間の魂っていうんですかそれを大事に教育してほしいと思って。 そうか分かった分かったそうかおおお俺は私も悪かった今までね進動指導している中で偏差値とかそういう数字予備校の出すねそういう数字に左右されてきたけどこれからはそんなものよりじゃなくて人間を見つめることにするよ。なあ鈴木頑張ろう。へ先生嬉しいです。で穴崎君とやらこれからも時々この私田中と言いますが。 田中が教師としての道を間違えそうになったらこうやって叱りに来てくれるかい先生田中先生俺は高校生ですよそんな先生をね叱りつけるとかそんな大それたことはないですけどでも日本の教育者の皆さん偏差値とかそういうくだねえ数字に振り回さないでそしてそういうことで金儲けしてる悪徳なやつらに振り回されないでこの電話の先が今日お願いしたように。 人間を見つめていてくださいお願いします手原崎でした